日常演舞の食歌日記へようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらブルボンのブラミニルバンドバロンクリーム、ミニバームロールマモロンクリーム、アルフォートマロン、キットカットのモンブランを食べたいと思います。あ、キットカットだけですよね。はい、というわけで2021年の栗拾い後半戦、後半戦はなんかブルボンのお菓子の中にキットカットが割って挑戦しているような、そんな感じで感じましたが、まあ別にブルボンを押してるわけではないですよ。押すかどうかはこれから決めます。まずはこちらのミニルマンドから。チャンネル登録よろしくお願いします。見た目はやはり同じルマンドおなじみの形ですね。ではやっぱり形の模様、チョコレートもちょっと色が違うのは当然として、いや当然ってほどでもないわけではないか、ちょっと色が違うだけで今のところ特に変わりはないですね。ではいただきます。はい、続きましてはミニバームロール。こちらはいつもの白が茶色になってますね。これもまた美味しそうだ。ではいただきます。はい、続きましてはアルフォート。これは袋越しでは中身は見えないですね。というわけで開けてみて、やはりこれも表面のチョコレートが茶色になってますね。これの栗味はどのくらいなのかな。ではいただきます。はい、ラストはキットカットモンブラン味。こちらはちょっと若干ホワイトチョコに近い色ですね。ちょっと見た目は栗っぽくないかな。さすがに中身は見せると悲劇になるので、このままいただきます。前編よりも後編の方がしっかりと栗を感じられますね。やっぱりチョコレートが違うとこうも違うのかって思います。で、中に入っているザクザクやしっとりとの相性も良くて、前編でちょっとガクッときた部分があったので、後半はその分美味しく感じるのかな。まずブルボンの3種類のお菓子はいずれも前編で食べたお菓子より栗の味がしっかりとチョコレートから感じられましたね。その上でミニルマンドはパリパリとしたクレープクッキーの食感と音が口の中で心地よく響いてきて、なんだか気分まで楽しくなってくるような、そんな味でしたね。なので食感や音を楽しみたい方はおすすめです。続きましてこのミニバームロール、個人的にはこれのマロンクリームはより一番強く栗を感じたような気がしましたね。まあ気のせいなのか、それともそうじゃない、本当にそうなのか分かりませんが、で、中はしっとりしていますので、音よりも食感を楽しみ、食感より音や食感よりも栗の味を楽しみたい方はこのバームロールがおすすめです。続いてこのアルフォート、これはビスケッティ部分がサクサクしていて、サクサクサクッとしたルマンドのパリパリとはまた違った美味しさがありました。そしてチョコレートも大きめなので、大きさ1枚あたりの大きさを求める方はこれがおすすめですね。そしてこのキットカットはブルボンの30のお菓子よりもちょっとホワイトチョコレート感が強くて、その分モンブラン、つまり栗感があまり感じられなかったのは残念です。口の中で広がってくるのもやはりホワイトチョコのミルク感で、どうだろうな、
悪いわけではないんですけど、モンブラン味というにはちょっと栗の押しが弱いかなという気がしました。もうちょっと押してほしかったな。で、自分はこの中だと、このアルフォートが総合的に見て一番バランスがいいかなと思いましたので、今回はアルフォートを代表として4点とさせていただきます。はい、それでは今年の方無事に繰り広げてきましたね。炎天に少女来るのや午後7、7時何が約束してるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。